臓器移植のため1歳の男の子がアメリカに出発しました。1歳の大河原ゆまちゃんは重い肝臓の病気などで生まれてからずっと入院生活を続けています。このため両親らが募金活動した結果、渡航費に目処がついたということです。皆さんのお力がなければここまでは来れなかったので、本当当たり前のことなんですけど、私には初めてこういう外の空気を彼に吸わせられるっていうか、嬉しく思ってます。ゆまちゃんは今朝日本を立ちましたが、まだ治療費などが足りず、両親らは改めて募金への協力を呼びかけています。